はい、こんにちは。今日は心理学のお話をしていきます。嫌なことやトラウマは紙に書いてゴミ箱へポーンというテーマでお話をしていきます。これはですね、スペインなのかな、マドリッドオートノマ大学っていうところで実験があったみたいです。皆さん自身日常生活を過ごしている中で嫌なこととか、ちょっとふとした拍子に思い出してしまうようなトラウマとかって経験されたことってありますかね。僕結構あります。結構って言ったらあれですけど、例えばいじめられた経験とかね、部活でうまくいかなかった経験とか、あるいは仲間外れにされた経験とか、受験がうまくいかなかった経験とか、いろいろあるんですけど、仕事でもこう失敗を積み重なって一人だけむちゃくちゃ詰められるとか、いろんな経験をしたことがあるんですけど、皆さんいかがですかね。っていうようなことがあった時に、今回の実験では自分の嫌いなところとか嫌だったなと思ったことっていうのを紙に書き出してもらって、それをピッピッピッ、もうこれでさ、ここでうわーって持ってピッて、もう破ってでぐちゃぐちゃにしてゴミ箱へポーンってするっていうね、ことをやってもらったんですよ。そうするとどういうことが起こったかっていうと、嫌なこととかがあった時とか、あるいは自分が失敗した経験ってあった時に、人を責めることもあれば自分を責めてしまうっていう経験、多分皆さんあると思うんですよね。でその自分を責めるっていう傾向が減ったらしいんですよ。でこれは頭の中で、あんな嫌なことがあったな、こんな嫌なことがあったな、こんなトラウマ自分抱えてるんだなっていうのを描いて、イメージの中だけでゴミ箱にポンって捨てるんじゃなくて、今やったみたいにビリビリに破いてぐちゃぐちゃに丸めてゴミ箱をポイって捨てる方がものすごく効果高かったっていうことなんですよね。なんでこんな強電子高いんだって話ですけど、それはいいとして、でただ紙に書き出してぐちゃぐちゃにして、でゴミ箱に捨てるっていうのが幸せになるっていうわけではなくて、嫌なことっていうのは当然ふとした拍子に何回も何回も思い出してしまうっていう可能性はなきにしもあらずです。ところが一時的に少なくともネガティブな思考っていうのが抑えられるっていう効果はあるので、全くその思考が浮かばなくて、もう常にハッピーハッピーっていうような状態になるっていうのは難しいんですけど、一方で嫌なことを忘れる手助けにはなるということなんですよね。でこれってある種認知療法、いわゆる心理学の中でいう認知療法の考え方になるんですけど、人間ってなんでそう、じゃあネガティブなこととか嫌なこととかっていうのがなかなか頭から抜けないかっていうと、ずっと抽象的なことばっかりが浮かんでるからなんですよ。あいつにあんなことを言われてムカつく、あの野郎って、そのあの野郎って思うその心は何ですかっていうことなんですよ。なんであの野郎って思うんでしょうねっていう、そのなんでっていう、その具体的な部分が浮かばない限り、そのなんとなくぼやっと何か言われた時に対する相手に対しての怒りとか嫌なこととかネガティブな思いとかっていうのがふわふわふわ浮かびまくってしまうんですね。ところがあの野郎って思うのが、前回の会議の時に自分一人だけを責め立てられたことがめちゃくちゃ怒りだったのか、あるいは部活とかで自分はミスをしてなくて誰か違う部活の仲間のやつがミスをしたにもかかわらず、おいブルーホースお前はっていう風に顧問から責め立てられたとかっていう風に具体的に紙に書くことによって、それをビリッと破ってぐしゃっとしてボイって捨てるとすっきりするんですよ。なんで自分は嫌な気持ちになったんだろう、なんで自分は怒りを覚えたんだろうっていうのが具体化して、それを精査して捨てるっていうことをすることによって、ネガティブな思考を打ち消すことができた、できるっていうことなんですよね。ですから手っ取り早いストレス対処法としては、嫌なことがあなたに起こりました、そしたら紙になんでそう俺が起こったのか、何に対して自分は嫌な思いをしたのか、何に対して怒りを覚えたのかっていうことを具体的に書いていって、そしてビリビリに破いてぐしゃぐしゃにまとめてぐるぐるにして、最後はゴミ箱に置いて捨てるとストレス対処になりますよということです。はい、これは単に嫌なことだけじゃなくって、例えばあなた自身がやりたいことは何ですかとか、今なすべきことは何ですかっていうのが頭の中で多分いっぱいイメージぐる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 湧いてると思うんですよ。ところが実際何をじゃあ表現したらいいのか、何を実行に移していったらいいのかっていうのが分かってないっていう人が結構多かったりするんですよね。僕コーチングなんかやってて書き出してみてって言ったら書けないっていう人多いんですけど、書けないっていうことは何をやるのかっていうのが固まってない、あるいは何をしたらいいか分かってないっていうパターンだったりしますんで、そういう何をやりたいかなとか何をしたいかなっていうのが分からない方なんかっていうのも具体的に紙に書き出していってみましょうと。僕もね、やりたいこととかこの YouTube を通して話してみたいなって思うことが今日頭の中で抽象的に浮かぶんですけど、なかなか言葉に
することが難しくって、で結論あこれやろうって思ったことが一つあって、それをスタバで思いつくまで2時間かかったりしたんで、まあ、そういうもんなんですよ。なので抽象的に考えるっていうことがいかに皆さんのモヤモヤを残し続けることになってしまうかっていうのは、身をもって体験してますんで、すごく気持ちはわかります。すごく気持ちはわかるからこそ、時間をかけてでも紙に書き出してみて、で嫌なことだったらそれを破って捨てる、そしてやりたいことだったら、自分がそれを書き出した後に何度も何度も読んでみて、あこれがやりたかったんだな、じゃあこれをやるためにはこういう行動を移していったらいいんだなっていうことをぜひ導き出してみてください。今日はそんなお話でした。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。